い、皆さんおはようございます。さあ今回はですね、ふらっと嵐山の方に向かっております。
今ですね嵐山の方に来てるんですが、ここでですね僕が欲しかったのはこちらですね、御朱印帳でございます。はい、ミッフィーのね専門の店がありました。そちらの御朱印帳、さあこれを使ってですね続いては神社の方に行きたいと思います。はい、それではレッツゴー渡月橋。はい、今嵐山を出ましてですね神社の方に、はい、長岡天満宮、なんかね今ツツジが綺麗だそうで、そちらの方に向かってですねツツジを見たり、そして先ほど買いました御朱印帳に御朱印をいただこうかと。はい、それではですねちょっと長岡天満宮の方まで時飛ばしませんよ、すいません。長岡天満宮を出まして一路自宅へ戻っております。でですね、御朱印もですねちゃんといただきまして、6月までの限定の御朱印となるのでですね、御朱印帳に書いてもらうのではなく、和紙に書いてあるものをね、いただいて、それで、まあ言えば自分で貼り付けたんですけど、御朱印でございます。はい、ツツジがですね、まあ、真っ赤なツツジでしたね、綺麗な。道端のね、ツツジってピンクとか白っていうのが多いですけどね、あそこは真っ赤でしたね。もう道の両脇に、はい。ただちょっとクマバチがおって怖かったんで、もうそそくさと帰りましたが。はい、桜の季節も過ぎましてですね、ここからは夏に向けてですね、初夏のナイトゲームとかもねやってみたいんですけども、まあとりあえず釣りのお金がね釣れないと動画にならないんで、なかなか難しいんですが、もうですね今年はどっちかというともう更新頻度を上げるのをね第一に考えて、まあブラッドダバだと。チャンネル名も新たにやってますんで、またね次の方も偵察しては行ってみたいなと思ってるんですが、これどっち行くんだ、でも道が分からん、あ、これマスク、そんな
こんなでですね、まあ雨が降るとね、やっぱりバイクで出かけるのは難しくなってきますんで、そんな時はね、魚釣り行くんですよね、雨の日。意外とね、雨の日釣れるんですよ。そう、この間もね、雨の日に出かけて、魚、いつものね、あの石畳の対岸からね、7グラム程度のメタルジグを投げたら1投目でアジが釣れまして、おこれいけるんちゃうかと思いまして、でその次の日、休みの日に、魚釣りに行ったんですね。またで同じタックルで挑みましたら結局玉砕しまして、これはですね、実際ジグが悪いんじゃないかと思いまして、まあターゲットもアジなんで少しウェイトを軽くして、ね、3グラムにしたんで、まあ、結局それでもダメでした。はい、そうなんで君の動画はね、今回諦めて、まあ嵐山からの長岡天満宮という動画になったんですが、ですね、まあよろしければ、不定期ですが、まあ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は俺まで。それではまた。バイバイ。